ピオキングです。今日もトロールコースと一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、ピオキングさん誕生日おめでとうロール、シンボルオブクライということで、説明文を見てみると、ピオキングさん本当に誕生日おめでとうございます。ピオキングさんのことを好きになったきっかけは面白さ、心地よいうるささです。動画投稿頑張ってくださいということで、どうもありがとうございます。そんでこれすごいのがさ、2022年7月6日って書いてるでしょ。わざわざ誕生日にコースを作っていただいて、僕は幸せ者だとそう感じております。この日をもって僕は歳になりました。でね、このコースもう一つすごいことがあって、人気ランキングに入ってたんだよね。いや、なんか照れるね。人気ランキングに僕の名前が載ってるみたいな。まあまあ、マリメ実況でも人気ランキング上位に入るこのピオキン、なんか今うぜえやついなかったそれじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.98% でね、リアル誕生日の日何してたかって言ったら、自分のご褒美に博多で飲み歩いてたね。いや、相当酔っ払ってね、めっちゃ楽しかったね。あっ、開幕一生やじーなかなか盛大な祝い方をしてくれるね、一生やじ。じゃあ一旦右親父右親父じゃない右ダッシュして抜けていこうか。じゃあ2分の1だね。じゃあ下信用しようか。上は怪しすぎる。こっちが正解だよ、きっと。この食べかす野郎げ。まあまあ、この辺はオープニングみたいなもんだよ。今から僕の本領発揮っていうわけだね。まあまあ、この辺がオープニングだよ。今から僕の本領発揮っていう感じだね。それじゃあここは上に行ってオンオフをした瞬間すぐ左に逃げる。それで正解だよ、きっといや、すごい面白いね、このコース。誕生日にこんな素晴らしいコースをいただいていいんでしょうか。いや、めっちゃ嬉しいね。確か制作者さん、みどりさんって書いてたんですよね。みどりさん、今度一緒に花火大会行こうね。そしたらあれ買ってあげる。お前らは連れて行かないでござるよ、花火大会に。それでさ、僕思ったんだけど、このコースいろんなキャラが勢ぞろいしてるよね。僕がやられた時用のために作ってくれてんのかな。それじゃあここは一旦バネに乗って魚ね、いろんなキャラクターが出てるでしょ。きっとそういうために作ってくれてるんだよ。じゃあここは鍵を取ってすぐ右に逃げる。僕ひらめいたね。アイテム系はきっと罠だよ。なんでこのハテナもきっと罠だと思うんだよね。なんで一旦逃げておこうか。ほらじゃねえんだよ。こっからどうするつもりなんだよ。やっぱ開かないよな。右の近くなんだろうな。一旦調べておいていいかな。でね、リアル誕生日は博多に飲み行ってるって言ってたと思うんだけど、で今の僕はリアルでね、大分県でイルカと一緒に泳いでるね。いや、めっちゃ楽しみだね。その前の日にこれ撮ってるんだけど、イルカに抱きついてね、イルカと一緒に泳げるみたいな。いや、すごい楽しそうじゃない。うわ、ここは右か左か。一旦右行ってみる。絶対 USA がね出てくると思う。なんでここを叩いて、それはわかんないよーいや、でもね、ちょっと不安もあるんだよね。イルカに抱きついて、イルカがさ、海の底まで沈んでったらどうしようみたいな。僕泳げないからさ、そん時はもうイルカに助けを求めるしかないんだよねいや、大丈夫かなと思ってちょっと怖いところではあるんですけど、なんだよ花、お前は鉄くずだろ。海水でもぶっかけて錆びさせてやろうかじゃあここは左側だったら隠しブロックが出ないみたいだ。そしてこの上叩いていいのかな。叩いて左に逃げてみる。一旦、いや、一旦右行こうか。で爆発した瞬間すぐ右に行く。はっ頼むってうわ、すげえからし塗りたいな、この下に。いや、ほんと面白いね、このコース。みどりさん見てくれてますかね。見てくれたらね、コメントぜひ欲しいんですけど、そして僕はそのコメントの返信にまた作ってもらっていいですかって書いていいで、ここは右に行って左右は絶対まずいと思った。この音符は警戒してたんだけど踏んでしまったね。はい、それじゃあ次はきっちりこの音符を避けて先に進みたいと思います。このオンオフはしない方がいいよ。いや、しなくちゃいけないのかいや、まだワンチャンある。そうだよな、ここに隠しブロックが出てくる。そう信じてるよ、みどりさん。この緑どもがみんなごめんね。見せ場を作るためにわざと引っかかりに行ってるようなもんだから、もう今から本気で生かしてもらっていいかな。もうそうしないと制作者さんに申し訳ないなと思いまして。右にチェックポイントが見えるな。ここ右行っていいのかな。よし、ここいるんじゃない。いや絶対ここが正解だよ。見てて。そしたらこの氷ブロックがいや違うんだって。本当に難しいんだって、このコース。こっちで合ったのか。さあ2分の1。ここはシャキーン。ナイス、シャキーンできたね。そして上に行けば頼むって、こいつあの仮面が来るんじゃないのか。いやでも僕は借金持ってるよ。借金が効かねえ。この仮面なんて強いんだ。でも僕は避け続けます。この心理耐久名人、この上から避け続けてくれて、もう簡単で飛ばしていいですか。まあ無事中間ポイント取れたね。じゃあここ借金してさ、この丸々の上に乗ったらいけなかったんだよ。そんでこのガリガリを抜けていけと、そういう感じだね。そしていや全然いい。まあ全然いい。あの鉄球は無視しといて。そしてこの四角の枠、絶対なんか出てくる。リスナーさんなら何を出してくる。何もない優しいじゃねえかリスナーさん。そしてここはなんだお前は嫌わねえ。あれいや違うんだって。このメット踏んだ瞬間やられたんだよね。いや大丈夫か。多分近すぎたんだろうね僕が。じゃあこのドクロコースター乗って上に誕生日コースだからといって手を抜くのは申し訳なかった。なんで今から本気でいきたいと思います。みんな見てて、フラグだから。じゃあここで一旦花を倒して、ここは左にダッシュ、そして土管に入る。そしたら地獄へ超特急よく考えてんじゃねえか。ここは下に土管があるなんて思わなかったよ。いやもしかしたらあるかなと思ってたけど、それが失敗っていうパターンあるじゃん。ここは何もしないでいい。無機物やるね制作者さん。僕のことを何もかもお見通しっていうわけですか。でもな、僕のことを知らないことまだたくさんあると思います。例えば身長は知らないでしょう。168センチあるんだぞ僕は。この四角の枠。いや合ってる合ってる。そんな身長3センチぐらいっぽいやつに僕が負けるわけないんだよ。何でも知ってるよ僕は。この世界がなんて重力があるのかも知ってるし。ほら中間ポイント取りました。ここはリフトに乗ってみる。いや絶対合ってた。多分隠しブロック出てたよ今そこに出んのかいや何度も言うけどさ、隠しブロックはずるいって絶対わかんないじゃん。ここはじゃあメットを蹴った瞬間すぐ右に逃げる。それで何やってんのいや今のはマジでボンミス。はい、それじゃあここはベッドを蹴ってすぐ右に逃げる。そしてここは左のちくわブロックから降りていこっか。右怪しいんだよな。あのアイテムわざわざ取りに行かないでいいよ。でここはリンクは取りに行った方がいいね。だから隠しブロックはやめなさーいこういうの弱いんだよね。土管からアイテムが出てきて、それを取らなくちゃいけないっていうのが、しかも青ブロックっていうのがちょっとタチ悪いよね。青ブロックってアイテムが出てくるの一番遅いんだよね。じゃあここはあれ、なんか見たことあるよこれ。あ、誰かのを参考して作ったみたいな。いや絶対そうだと思った。このギミック見たことあります。はっ上は何があるなあ。この上は何があるんだ。死に耐久か。死に耐久を期待してるぞ。どうだ。いやだっていやこういうタイプねあの劇場バージョンね。いやいいよ面白い。誰が来るんだ。いや犬じゃないだろう。ごめん。いや違うね。僕の予想は左からブンブンが飛んでくる。そしてハエ野郎がって言います。犬じゃないかーいやまさかワンワンが出てくるとは思わなかったな。絶対にブンブンが来ると思ったんだけど危ねえあの犬うわあつこ閉じ込められそう。絶対そうでしょ。これを見たことあるよこいつ。いや絶対毒のリフトがあると思ってました。何がくらバブルが来てたのか。閉じ込められたらもう分かった。これはちょっと集中するね。なんかここまで無事に来れたんだけど、これジャンプしていけるかな。頼む。あっ頼む誕生日にこんなコース作ってくれてどうもありがとうございました。めちゃくちゃ楽しい時間をいただきました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。サムネがわらということで、説明文を見てみるとゴールした瞬間くっそ叫んだって書いてるんですよ。いやよっぽど嬉しかったんだろうね。クリチェに成功した時。でもね、まだ甘いと思う。叫び方まだまだ足りないと思うんだよね。なんでマリメ界の絶叫野郎と言われてるこのピヨキング、ゴールした瞬間の本当の叫びっていうものを見せてあげましょう。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.12% でね、このコース選んだ理由って、僕はテクニック要素の一発マリオより面白系の一発マリオの方が向いてるんじゃないかなって思うんですよ。まあ個人的にもさ、いや全然いい全然いいよ、面白い面白い。まあ僕はね、こういうわけわかんないコースの方が好んでする傾向があるんだよね。まあそれでもたまにはテクニック要素のコースもクリアしていかないと、みんなに飽きられちゃうかもしれないんですよ。さっきから邪魔なんだよちょっと真面目にやっていこう。最初この場所に追っておいたら大丈夫でしょなるほどね、もう読めたよ。最初スピンジャンプでかわしてさ、こっから砲台が出たら上がっていく。これの繰り返しでいいんじゃないかな。ほらほら、これでこの鉄球小僧が、いや思ったんだけどさ、どっちにしろ今無理だったね。これよく考えたらね、時間は10秒しかないんですよ。なんで早く行く必要があるね。そしてコインどこ、なるほど、こっからこの辺にゴールがあるもうゴールしたも当然。攻略法はもう分かったからね、まず2段目の砲台に乗っておいて、こっから早めに行く。これがなんか腹立つな、あいつの手。最初に2段目の砲台に乗っておくことは間違いないと思う。こっからいかに早く行くかなんだけど、一旦落ち着こう、みんな落ち着いて。でこっからコインを取って、この辺だった。やったー完璧すぎるヒップドロップだったね。めっちゃ気持ちよかったまあゴールした瞬間こんくらいぐらい叫ばないと絶叫免許は取れないぞ。なんで皆さんもぜひ難しいコースをゴールした時には絶叫しないようにしましょう。お静かにお願いします。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピヨキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。